吉田さん、カメレオンね、ねね、面白いですよ、ね、あれ、ね、アニメにもなっていて YouTube でも第5話ぐらいまで公開されてるんですけども私これねマガジンで全巻この前買ったんですよでまあ読んでるんですけどもやっぱ面白いですねあの貼ったりで進むんだけども途中から貼ったりも使いようによっては黄金のカードになるってやつですよねつまりあれもその手札を使ってるっていうテーマなんじゃないかなと思うんですよ、まあ 矢沢英作っていう主人公はあの高校デビューの突っ張りなんだけどもでもいじめられっ子だったんですよねその過去を上手に隠しながら立ち回ってるんだけども坂本っていうね同じくパシリにされていたいじめられっ子となんか同格に見られてそことはやきもきするんですけどもなんか結局ヒカルちゃんっていうなんですかねヒロインはゲットするんですよね、うん、矢沢くんの魅力でそれからあと椎名っていうハゲ坊主の宇宙人みたいなのも。 心強い味方になってくれて、それから、あの、相沢ですよね。相沢っていうライバル。こいつも、結局は、矢沢のことが好きになっちゃうみたいな感じで、えー、どうしようもない突っ張りたちも、なんか矢沢って憎めないよね、みたいな感じで、まとまっちゃうんですよね。で、矢沢が実は大したことない人間だって見抜いていても、それでもどうでもよくなっちゃうってところが、途中のストーリーから来るわけなんですよ。ただ、そんな矢沢も、いろんなところを、白場をね、もう持ち前の張ッタりだけでくぐり抜けていくところは、やっぱり他の、 猛者にはできないことだったんじゃないかなと思うんですよ。でビビりながらもやっていくところとかねなかなか面白かったんじゃないかなと思います。うん、いや結構良かったと思いますよ。だったりね私もだからねセルフバックは貼ったりというんじゃなくてあの売上を上げることができましたっていう表現と儲けました稼ぎましたっていうのと微妙に変えてやってましたね。うん、速化軸っていうををぶち上上げながらもあの売上を インターネット上で上げることができました。数万円の売り上げ上げることができましたよっていう風な振り込みでやっていって、うまいことね、あこれ稼げるなっていうふうに分かるわけじゃないですか。だから入金着金は随分先なのに、そのセミナーをすぐ始めることによって、実際の入金が80万あったわけですよ。お客様からね。その80万を持って、正月で80万稼ぎましたっていう風なタイトルで2ヶ月目を走ったわけですから。<laughs> まあそういう風にね、まあある意味、表現のトリックを使っていきながら、 実態に近づけてていくっていうことと今はもうそんなことしなくても実際の売り上げもありますし業績もあるんでそれをシンプルに使えばいいんで随分楽になりましたけどもねで逆にあの売れてもない人が売り上げいくらだっていうのが結構ね分かるようになってきてそれも講義のネタになりました例えば転売で何か稼いでると言われてる人がねあのまあ年商3000万ですみたいなこと言うわけですよでも転売で年商3000万って 仕入れ金額いくらかかってんのって場合によっては5000万かかってますからねでも赤字なのにそうやってコンサルが取れるっていう状況でもあるわけですよ、うん、まあはったりもいろんなところで役に立ったり人を陥れたりとかしますので少なくともはったりの裏側を見抜けるような分解力咀嚼力展開力は身につけておかないと何を聞けばいいのかわからないってことになっちゃいますので、ね、ご用心だということでございます懐かしいですねカメレオンねあれラストシーン結構良かったんですよねうん ああいう時代ってもう戻らないですよねきっとねはい、いってらっしゃい